こんにちは、本間修です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はリーガー社から出ている密度計をご紹介したいと思います。良いリードを作るのには材料のしっかりとした選別が不可欠なわけですが、材の良し悪しを判別する観点は多ければ多いほどより精度の高いものとなることは言うまでもありません。そんな中、材の選別における第三の判断基準ともいえる密度を唯一数値化して測ることができる、このリード材専用の密度計というものが今から 3,4 年ほど前にリーガー社から発売されました。この密度計、僕は自前では持っていないのですが、留学時代習っていたフィリップ・トーンドル先生が大学で生徒のために自腹で様々な設備を導入してくれたものの一つとしてこの密度計がありました。では早速動画を見ながら使い方を説明します。まず乾いた材料をテーブル部分、この金具のテーブル部分に置いて重量を測って記録します。その後機械の数値を0にセットリセットして、今度は水中の金具の下に材料をセットします。この時材料が浮き上がる力が金具に伝わって、この計量器に重さとなって表示されています。その数値を記録して記録は終了です。でその後、この重量と浮力の数値を密度を算出する計算機に当てはめて、一枚一枚自分で計算して密度を出します。材の密度を算出する計算式はこのようになっています。材の質量を材の質量と材が浮き上がる力を質量に換算した数値を足した値で割るということになっています。A が材の純粋な質量、そして B が水中の金具の下に置いた時の材の浮き上がる力をグラムで表したものとなっております。なので計算自体は特に難しいことはありませんが、一枚一枚メモを取って、計算する必要があるということになります。その計算式はこの機械を買ったら説明書にもちろん書いてありますし、どの程度の密度の数値が良いのかというのも、説明書にチャートがあったと思います。以上が使い方です。もうお分かりかとは思うんですけれども、この機械はボタン一つで密度を数値化してくれるというようなものでは残念ながらありません。その実一枚一枚を自分でこの機械が出す数値を書き取って自分で計算して、密度を出すという、なんとも期待外れな失礼最高な機械です。じゃあこの機械は何の数値を出しているのかというと、それは前述したように材の浮き上がろうとする力です。動画でご覧いただいているように水の中で金具があって、その下に材を置くと材の浮き上がろうとする力が、その重さとなって計量器に伝わります。でそれを数値化するということだけがこの機械の仕事でして、その密度の算出は自分でやります。それをですね、何十枚もある材1枚1枚に毎回小数点第2位までやるというのは僕にはちょっと面倒くさすぎて向かないなという機械でした。ですが、これを導入してくれたフィリップ先生や、僕の周りの数人の生徒はこの機械を使って丁寧に材を選別して、それでとても良い結果を出せているというふうに言っていました。でフィリップ先生はこれでしっかり選別した 2,30 枚、あるいは 4,50 枚を持っていれば半年1年をその材だけで全く問題なく全部の仕事をこなせるし、外れがないというふうに言っていました。マメな性格で数字というもの自体が好きで、選別に時間をかけチャートを作るのが好きという人にはとても向いている機械だと思います。またリードをどのように育てたいと考えているかでも、このマシンの価値は変わってくるかなというふうに思います。例えば初めはすごく重いけども、そういうリードを時間をかけて育てて長期にわたって使いたいという人には、密度というのは重要な尺度です。数値という絶対的な基準を一つ持って、そこからさらに感覚をミクスチャーして自分好みの数値をしっかり見つけるというところまで研究しきることができるのであれば、とても有意義に使うことができるマシンだなと思いました。今日はリーガーの密度計をご紹介しました。お値段はリーガーの公式サイトで、現在761ユーロです。まだ日本国内ではほとんど使っている方のいないこの機械、ご興味ある方はぜひ試してみてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。